プライレイデとかいう不可思議ローテの馬に対する視聴者の反応集。プライレイデ宝塚。俺はこいつを一生押す。レース後にこいつ宝塚行くぞとか言ってたら、本当に行く予定という。ネタみたいなローテなのに賞金面じゃ普通に出られるという。ホープフルの賞金を悪用したとか言われててしば。俺はプライレイデという馬がわからない。でも面白い。マジっすか？出るなら買うしかないやん馬券。3歳で宝塚に行くのはあんまりいないから嬉しいわ。こいつこんなローテ歩まされてるもののバンテージの色が旧車内でオンリーワンな水色のあたりから可愛がられてることが地味にわかるの草生える。アルゼンチンの国旗の色で可愛いね。よし、人国制覇目指すぞ。キングジョージ行きますとか言い出しても、こいつならやりかねんで多分すんなり受け入れてた。一年前はまさかこいつがこんな面白野郎になるとは思いもしなかった。でも考えてみれば一年前に束の調教に移り込んだ時からだいぶ面白野郎じゃなかった。あの時はどちらかというととんでもない新生現るって感じでざわついてた。今は別の意味でざわついてる。多分海外行く前に芝適性を再確認するためのダービー出走でもあったんだろうな。それが落馬だからもう宝塚で確かめるしかない。芝適性確認でダービー出走する芝 G1 馬ってなんだよ。未だに芝中距離適性わからないからね、しょうがないね。なんとなく半前の掲示板見に行ったら、兄貴ほど破天荒な話題の提供はしなくて全然大丈夫ですので、とか言われててくさ。なんでうちの娘たちは正統派を突き進んでるのに息子たちは個性派の権化なんだ。お前のご先祖様と黄金の血脈定期。オタクの牝馬にカンちゃん着々と令和のブエナビスタへの道を進んでますけど、競争馬は度胸、何でも試してみるのさ。とにかく栄光が欲しいという欲望にまみれたローテは好感が持てる。賞金順どころか投票で中間25位。出走可能性ありの馬の中だと7から8番手だよ。こっからさらに伸びる。真面目にレース後の消耗がほぼなかったとしたら、鞍上落としたことに気づいて手を抜いたすごく賢い子になっちゃう。1コーナーで減速してたからなこいつ。自分で戻ってくるあたり賢いのは間違いないんだよな。その賢さがレースで発揮されるかはまた別なのがこいつの血筋なんだけど。ケンタッキーダービー出たい、凱旋門賞出たいという願いに向かって進んでるのはわかる。わかるが急接晴れて日本ダービーに切り替えて、そのダービーは空馬で宝塚行きとハプニングに振り回されすぎて結果的に前代未聞すぎるローテになってるのが。クソローテという概念に収まらないスケールのデカさ。ケンタッキーから日本ダービーに当たり前のように目標変更してるのがまずわけわからんのよ。ダービーは暇だからお試しで感覚で出れるレースではない。ないよね。何年か経った引退の日、東京大賞典 V、みたいな謎フィナーレを迎えてもおかしくないくらいだ。前の年にありまかってそう。デルタブルース、やめとけ。ちゃんと年変わってから出てるからセーフ。ジャパンダートダービー、来てくれないのか。ここの陣営なら両方出てくれるさ。陣営の土地狂い方といい本人の能力といい、現役馬で一番デジタル可能性高いと勝手に思ってる。宝塚勝ちでもしたらすでに2歳 G1 勝ってるのもあって守護馬勝ち上がるだろうけど絶対パルプンテだよな。プライレイで自体はお利口さんで可愛い分、陣営の狂気に振り回されてる感が出てきた。またしても何も知らないプライレイでさん。でもすでに G1 勝ってて UAE ダービーも構想してるわけで。好きにしろとしか言えんよこんなん。馬娘化したらひたすら自分探しをするようなキャラ付けになるんだろうか。あれも楽しそうこれも楽しそうって好奇心旺盛なタイプかも。こいつの場合なぞローテで結果残してるのがダメ。もう止められないやん。こいつの将来走るレース5連続当てる方がウィン5当てるよりよほどむずい気がしてきたわ。陣営、4歳初戦はサウジカップです。それ言われてももう驚かないよ。なんならアリマ、サウジ、ドバイとかやりかねん。何年後にはブライレイでローテとして有名なローテになるかも。ブライレイで3体ぐらいに分身して芝路線、ダート路線、海外路線でそれぞれやろう。でアリマで3頭揃って頂上決戦だ。今の世にこんな頭ギュルルンローテが見れるとは。ダービーが不完全燃焼だったから怒りの宝塚参戦はわかる。頑張ってほしい。あんな形でダービーが終わったら不完全燃焼は当然だよね。怒りの宝塚記念参戦も頷ける。そうなんだよね。賞金持った上で何かしらの理由でダービー走れなかった馬がいてようやく候補に上がるのが3歳宝塚なんだよね。
やっぱ二冠馬と牝馬のダービー馬が異質すぎる。これでもし2着とか来たら習得賞金加算されてもう1年遊べるどんってなるんだよな。叩かれそうな謎ローテだけどちゃんと結果残してるし全部点乗りとかいうもうよくわからないやつすぎて面白い。不運の落馬だったが賢い一面も見せられたからキャラが濃すぎる。わからない。こいつは母父オルフェ血統初の重賞馬で鞍上もコロコロ変わるし UAE ダービー出走は 3H 側の提案だし、G1 勝ったから賞金的な意味で色々なレース出れる変態候補なことくらいしかわからない。こんなローテ数十年後の競馬ファン頭抱えちまうだろ。